正月だからといって、日本のいいところを強調したり、私たちの人生が素晴らしかったということを強調しておめでたい気分になろうというわけじゃないんですが、まあ本当に偶然にこの人間2万年ぐらいの歴史とですね、世界の中で、まあ、日本という中でですね、まあ本当に一二を争ういいところに生まれたと、いい時期に生まれたと思いますね。私は戦争中に生まれたんですけれども、もちろん戦争中ですから爆撃も受けるとか、まあ人がこう死んでいく中で生まれたんですよね。ですからまあ誕生して、しばらくはですねひどい状態でした。例えば小学校もですね、戦後の小学校でしたから、ほとんど教室が足りなくて焼け野原になっててですね、まあ、二部授業つって午前組午後組と分かれておりましたし、着るものはほとんどなくて、靴下なし、冬でも短パンとシャツ2枚ぐらいでしたかね。それで学校に通いました。もちろんオーバーだとかそんなものは全然なくてですね、食料もアメリカ軍からの配給でですね、砂糖とかスケソウダラ、ご飯というのは食べたのが小学校1年ぐらいですかね。パンっていうのを白パンっていう普通のコッペパン食べたのが5年生だったと思いますね。まあそれから小学校の頃は衛生状態悪くてですね、腸チフス、パラチフス、セキリ、まあこういったものが流行って、よく1年に1回か2回はですね、同級生のお葬式に2列になって歩いてお線香をあげて帰ってきた覚えがあります。まあそういう、まあ戦後の混乱した時期っていうか、まあ日本にとってはその前もですね、その前は戦争が続きましたし、明治維新があり、江戸時代があり、戦国時代がありってですね、歴史を遡っても、まあ、安全な生活、人生を送るっていう人はほとんどいませんでしたよね。まあところがだんだん良くなってきましてね、それで、成人したあたりぐらいから、いわゆる高成長時代に入りまして、生活も落ち着いてきましたね。しかしその頃はまあ非常に貧乏でした。2DK 夫人、つまり、やっと家ができるようになって、アパートの県営住宅の 2DK の部屋に入れればですね、まあ、いわば幸福な人生だったんですね。まあ、そこに住む、家庭のお母さんは 2DK 夫人と言われて、まあ、もてはやされると。今では4畳半と6畳の 2DK に、住む人が決して良くないわけですけども、まあ、その頃そういう時代でした。それから三種の神器って言われましてね、これさえあれば神器ですから、神の器、何かとはテレビ、冷蔵庫、洗濯機ですよ。テレビ、冷蔵庫、洗濯機を持てるってことはもう本当に幸福でしたね。ですから例えば 2DK のアパートに住み、テレビと冷蔵庫と洗濯機があれば、本当に家族和やかに楽しく過ごしたわけですね。本当その頃の家族って和やかで、みんなで協力して、家族みんなで協力してやったんですよね。今みたいに離婚が多くはなかったし、家族がバラバラではなかったんですね。それからずっと暮らしていって、そうですね、高度成長してバブルが崩壊、高度成長っていうのは日本がですね、発展途上国から成熟国になる、ヨーロッパ並みになるってことだったんですけど、それになったのがまあバブルが崩壊した1990年。まあ、それからがおかしくなっちゃったんですね。収入という点でも、生命という点でも、安全という点でもですね、戦後私が生まれてちょうど50歳ぐらいになった、バブル崩壊の時まではですね、本当にいい時代だったんですよ。明日の方が今日よりも明るいという自信もあり、本当に世の中も次第に良くなり、とにかく 2DK に住めただけでも、それからテレビ、冷蔵庫、洗濯機が買えただけでも嬉しいと。で、家族のいさかいは少なくですね、本当にお正月なんかになるとみんなが一緒になっておめでとうございますという世界でしたね。まあ、その世界がいいとか悪いとか今ここでは言うんじゃなくて、まあ人間は進歩してますから今のがある意味ではいいんでしょうけども、そういう時代でしたね。ところがバブルが崩壊して、2つのことを失いましたね。1つはその次の目標っていうのがなくなってしまったっていうことと、
あと不満が非常に溜まった、離婚も増え自殺も増え、いろんなことが格差も増えですね、まともな社会じゃなくなりましたね。まあ、これにはいろいろな要因があるんですけど、ここで今日ちょっとお話したいのはやはり何と言っても知識人の動きですね。まあ、日本ではあの知識人と言われる人たち、まあ、東大教授をはじめとしてですね、この前の都知事選に出たお一人とか、まあ、そういうですね、いわゆる知識人、それからマスコミ、NHK といったところが、まあ、大きく曲がりました。朝日新聞ですね。で、どういうふうに曲がったかというとですね、戦後彼らは、例えば朝日新聞が象徴的なんですけれども、戦前は戦争煽り、戦争煽りですね、戦争に反対した二度見謎なんかをもう殺すぞと言わんばかりの記事を書き続けた朝日新聞が、戦後コロッと平和主義に変わってですね、どういうふうなことを言ったかったら、共産主義が、共産国がやる、共産国は平和、国家だと。アメリカはアメリカ帝国主義だと。だからアメリカの原爆は汚いけれども、共産主義の原爆は綺麗なんだと。何でもかんでも共産主義のやることは正しいんだっていう論陣をずっと張ってきました。ところが1978年になって、ちょうど高度成長の途中ですね、ソ連がアフガニスタンに侵攻し、中国がベトナム侵攻した中越戦争が起こってからですね、あれ?ということになったわけですね。まさかアメリカがベトナムに侵略することを良いと言って、中国がベトナムに侵略したのを、アメリカが侵略したのを悪いと言って、中国が侵略したのを良いというのもあまりにも明らかで、言えなくなってしまいました。そこで、その東大教授はじめ、朝日新聞、それから岩波書店、それから NHK なんかが舵を切ったのが実は反日なんですね。自分たちの生き残りだけを考えて反日をでっち上げました。その中に慰安婦事件とか南京虐殺、それから戦後日本の戦争責任、靖国神社参拝というのを次々と持ち出して、これ最初はなかったんですよ。実は靖国神社参拝でもいやわわ言ってますけども、実は1978年のソビエトと中国の侵略までは言わなかったんですよ。その後突然言い出したんですね。そして、慰安婦事件を完全に、何にもない慰安婦事件をでっち上げ、南京事件をでっち上げ、日本の戦争責任をでっち上げて、そこで日本の足を引っ張るんですね。それでその引っ張っても引っ張りきれなかったんですよ、実は。嘘だったから。そこで次に引っ張り出したのが、実は環境問題なんですね。リサイクルをしなきゃゴミが溢れるだの、節約しないと石油がなくなるだのですね、今では温暖化だの言い出して、レジ袋の追放とか、有料ゴミ袋とか言い出してですね、そしてもう一回足を引っ張るんですよ。この日本の文化人が3回足を引っ張りましたね。一回は、なんて言いますかね、共産主義がいいんだっていうんで足を引っ張り、二回目は反日日本人として日本人のあることないこと、もうないことを言って引っ張り、それで最後は必要もないのに環境で引っ張った。まあ最近では例えば外国からの移民を受け入れるなんて、そうですね。日本が良かったのは、戦後良かったのは戦争なし、やっぱり外人が少ないっていうことですね。やっぱりその最近ナショナリズムとか国家主義って言い出しましたけども、難民とか移民っていうのはですね、他の国が戦争するからで、むしろ平和を呼びかければ難民っていなくなるんですよ。今のシリアだって、シリアからの難民が多いわけですけどね。リビアとか。作ったのはアメリカですからね。まあ今はフランスも爆撃し、ロシアも爆撃して難民が出てるわけですから。難民ということ自体が良くないんで、難民を受け入れちゃダメなんですね。まあ、そういったまともな社会を崩していったのが、やっぱり日本の文化人なんですよ。そして今は文化人どうかっていうと、そして、みんなを錯覚に陥れて、格差社会を作りましたね。まあ、自分たちは NHK にしろ、朝日新聞にしろ、平均給与1500万超えてると。一方、まあ、400万以下、300万以下の人は 40% もいると。年金も不安定だと。お年寄りも不安の中に生活しているということを作ってしまった。だってそれは嘘ばっか言ってますからね。私たちは生命安全が一番、世界一、財産が世界一という中で、不満で不安という生活を送ってるわけです、現在。
まあ、1990年にスタートした第3弾の文化人の日本破壊計画でやられてるわけですね。まあ、これを一刻も早く直して、そして、かつての明るく楽しい豊かな本当に生命世界一、財産世界一を享受して楽しめる、まあ、日本にしなきゃいけないと思います。